どうもこんにちはコオロギですかコオロギは食べないですねいや仮にそのコオロギで食糧難をなんとか乗り越えようとしてるんだったらちょっとこれは生態系のかなりの挑戦じゃないですかコオロギってのはやっぱりねうんお腹いっぱい食べようかと思って例えばね牛丼い杯分の満足感満腹感を得ようと思ったらコオロギ何百匹いるんだって話になってくると思うんですよそれこそパンにコオロギの粉を 粉末をかけて作ったみたいなことがねありましてそれが売り場から全撤去されたみたいな事件もありましたけども結局ねちょびっとまぶすのが精一杯なんですよとてもじゃないけど食料案の解決にはならないかなと私は思うんですけどねでその上でねそのコオロギをたくさんもし食用とすることが本当に起きるとしたらコオロギによって保たれている生態系は間違いなく壊れるでしょうねそういうことを考えて 虫を食べようととかか言い出してるのかなとだから本能に根ざしたものとしてね人間は昆虫を基本的には食何虫を食べないです昆虫食をしないっていうところによって昆虫の生態系が保たれてるんじゃないかなと思うんですよ。だから例えて言うとねあの羊がライオンを食べ始めたらどうなりますかってことですよねこれは極端ですけども分かりやすく言うとそういうことですよ。今まで 食べなかったものが食べるようになると生態系壊れてしまうんでだから多分人間には本能が備わってるんじゃないかなと思うんですよ。あらゆる動物にもね肉食動物にはちゃんと肉食動物同士で食べないような本能が備わっててバランスが保たれていてねそうなってくると昆虫を食べる小動物ってのはやっぱいるわけですけどもその小動物が維持できるぐらいの昆虫のマーケットっていうのがあるんじゃないかなと思うんですよ あれなんだかね冗談にしか思えないですね昆虫食べようとかねいやそのイナゴから始めればいいんじゃないかなと思うんですよイナゴは別に古来人間食べてましたからねイナゴだったら今でも佃煮して食べてる人いますんでそれから昆虫っていうとなんだか気持ち悪いような気もしますけども考えてみたらエビやカニも昆虫の延長ですからね、うん、まあミジンコとかねシラスとかも昆虫と同じようなもんですからね だからそういった今まで人間が食べてきたものを増殖させるのと考えた方が抵抗もないしそれこそ栽培育成のノウハウもあるしスムーズな気がするんですけどもまあコオロギ食べようなんていうのはね目立つためのなんかあれですねなんかネタ投げだと思うんですけどね私もねまともにやってると思いませんね冗談でやってるとしかはいということでございました好きな人は食べればいいんじゃないかなと思いますけども私は食べないですねいってらっしゃい